シンディクル・フォード、1966年2月20日隊はアメリカ合衆国入りのイシュー出身のファッションモデル、女優である。カリフォルニア州ビバリーヒルズにあるウィリアム・モリス・エージェンシー所属。唇の左上にあるホクロがチャームポイントとしても有名。1966年アメリカ入りのイシューで生まれる。10歳の時に白血病で自邸が死去。 16歳の時に両親が離婚し、以後、母と妹との3人家族で生活していた。学業に関しては常に優秀で、高校時代は成績トップであった。将来は医師か科学者になることを夢見ていた。卒業時には成績優秀者として生徒相談を務める。また、同時にモデル活動を始め、高校時代に受けたオーディションでは日本人にスカウトされ、 日本で仕事をしたことがある。名門大学のオスウェスタン大学に奨学金を得て入学。科学を専攻するが、1982年シカゴでエリートモデルマネジメント主催、ルックオブザイヤーで準優勝し、モデルとしてのキャリアを本格的にスタートするために大学を中退する。以降、シンディは1990年代に最も活動の多いモデルとして1位に挙げられ、 1993年にはピープル氏のモ o ストビューティフルピープル1 9 9 3を受賞。1995年にはモデル報酬所得者のトップとしてホーブス氏が発表するなど世界のスーパーモデルとなる。モデルとしてニューヨークに移ってすぐ彼女の最初のブレイクは1982年に始まった。1990年代には 様々なファッションショーに出演し、ナオミ・キャンベル、クリスティ・ター・リントン、リンダ・エヴァンジェリスタ、クラウディア・シファーラとともにスーパーモデルの黄金時代の中心人物として一時代を築いた。1990年には、ジョージ・マイケルのフリーダム、90のミュージックビデオにもスーパーモデルの一人として出演している。デビューから600以上の雑誌のカバーを飾り、ミラノ・パリ、 ニューヨークのほとんどのデザイナーのコレクションに出演するなど有名ファッションブランドの広告の顔として活躍した。11年間の長期にわたり化粧品メーカーレブロンの顔としても有名である。レブロンと5000万ドル近い額での契約や時計のオメガやペプシコーラとの2300万ドル以上とも言われる契約など様々なブランドとの契約額は破格の金額に達した。 オメガからは自身のデザインオリジナルモデルも発売された。モデル以外にテレビキャスターとしても活躍。1989年から1995年にかけて担当したハウスオブストリー MTV の司会では番組ファッションショーで大成功を収め番組主催のフィットネスのビデオがベストセラーになるなど人気を集めた。1992年にはビデオを アメリカ合衆国だけで200万部以上売り上げ、ビルボードの健康フィットネスチャートの1位を獲得した実績を持つ。その他、1992年の MTV のビデオミュージックアワーズの司会などにも出演。1997年11月には、アメリカの ABC 放送局と3年間の契約を交わしたアワードウィニングを受賞。ホームコメディ対応。 サードロックフロムザさんに出演した。その他にも企業との共同企画で化粧品や家具などのデザインを発売したりしている。彼女自身の名前のついた香水も発売されている。1991年に俳優のリチャードギアと結婚し話題を呼んだが、1995年に離婚。百九十八年にはロサンゼルスにあるスカイバーなどを経営する起業家で、 レストラン、クラブオーナーのランディガーバーと結婚し、1999年に息子、プレスリーを設ける。長女カイアは、ベルサーチの子供フクラインヤング、ベルサーチの2012春夏キャンペーンフェイスとして、モデルデビューした。また、トリートメント・オブ・アニマルズ、ペタの白血病患者のためのボランティア活動に、参加している。また、ボトックス注射の使用を認めている。 2015年5月には、歌手テーラー、スウィフトのミュージックビデオ、バット・ブラッドにヘド・ミストラス役で出演している。ありがとうございます。